皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回は、えっ、ー、と、たからとさんからですね、えー、株主優待のね、えー、品物、まあ、トミみかなんです、なんですけども、えー、そちらが届きましたので、えー、紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、こちらが一応パンフレットなんですけども、これですね。まあ、一応3種類ありまして、えっ、ー、と、今回自分のところに届いたのが、 こちらなんですよね、えー。50周年記念特別カラーのスポーツカートミカ2台セットになります。えー、ホンダシビックタイプ R とランボルギーニ、ウラカン、ペルフォルマンテですね。こちらの2台セットを今回、はい、届きました。はい。で、えっ、ー、と、箱が、まあ、こんな感じですね。 まあ、以前にもね、同じような箱で届きました。はい。まあ、2021年2月とか書いてあるんですけども、まあ、今年は2022年,年なんでね、もうんうん、まあ、ちょっとよくわかりませんけどもね。はい。まあ、いいでしょう、えー。株主優待品在中と書いてあります。で、ここには、まあ、住所とかね、貼ってあったんで、もちろん剥がしました。はい。で、まあ、箱は、面白い箱に入ってます。 もうこんな感じではい特に文字とかは特に書いてないですここここだけしか書いてないですねはいまあ、こんな感じではい、はい、では早速開封していきますよいしょ おなんか今までと箱のデザインが違うような気がしますね。なんか水色濃い感じがします。今まではなんか濃い青色だったと思うんですけども、おーあとは入ってないですね。はい。こちらですね。よいしょと。はい。こちら50周年。 ですね。はいいつだってかっこいいはいこちらの2台ですねはいではい。50周年記念のロゴとかですねはい。で宝トミーですねはい 2021年株主優待限定企画セットってことは去年のものなんですかね今年のではないんです。ね。はい。今年ではないんですね。ちょ去年のものになるんですねとかね。はい。だから去年に企画されたセットってことですかね。<laughs> まちょっとわかりませんけども。はい。でも無事に届いてよかったです。はい。 で、いつもの株主の皆様へというメッセージがね、温かいメッセージが書かれております。はい。で、あとはランボルギーニのロゴマークのシール、そしてホンダのロゴマーク、ちゃんと許可を得ましたという、はい、ものになりますね。はい。で、ここにも英語が書かれてます。多分ランボルギーニですね。あ、ランボルギーニですね。はい。で、一応写真もあります。 まあ、ちなみにメッセージはこんな感じですね。で、えー、材質表示はこちらに書いてあります。はい、で、こんな感じですね。面倒どいベトナムです。で、非売品ですね。はい。で、まあ、箱の全体の感じはこんな感じですね。まあ、先ほどもちょっと見せましたけども。はい。こんな感じです。で、ボディカラーは青になりますね。2ライトも。 はい、それでは、えー、と早速開封していきたいと思いますこちらもテープでセラハンテープで留、えー、めてあるので、まあ、カッターではいきれいに開けたいと思いますよいしょはいよいしょあとは入ってないですはいはいこんな感じですね 取り出すときつくなってるんで、なんか、取り出すとき、ピョょンってね、<laughs> 勢いよく飛び出さないように、慎重に取り出したいと思います。はい、まず1台目がこちらですね、Civic、TypeR、そして、もう1台がランボルギーニ、ウラカンですね。はい ちゃんとしまうためにしっかりここをね元に戻しておきますはい、はい、ではえー、とこちらのね2台をちょっと詳しく紹介していきますではまず1台目こちらからいきましょうシビックですねすごい鮮やかな青色 <laughs> でこんな感じですね、はい、まず全体からこんな感じ うーん、かっこいい。いいですね。はい、こんな感じ。おお透明。<laughs> すごーい。いや、これは驚きですね。もう中まで丸見え。<laughs> いいですね。いや、これは驚きました、すごく。はい。いや、いいですね。 では、えっ、ー、と、詳しくちょっと見ていきましょう。こま、細かいところも。まずタイヤは、えー、レーシングタイプのワイドタイヤですね。はい。で、まあ、こんな感じで。おおここカーボン調になってます。しかも、透明ですね。はい。ちゃんと、透明になってますよ。そして、えー、っと、ちょっと模様もね、ありますね。あの、カーボンの、カーボン調の模様ですね。 はい、ちゃんと入ってます素晴らしいですね。はい。で、こんな感じ。で内装もね、はい。えっ、ー、と、ハンドルありますね。そして、ギア、はい。そして、シートにはしっかり模様があります。うーん、素晴らしいですね。でちゃんとね、えー、カーナビ、そして、カーヤコンですね。 カナ、カーナビ、あの、モニターの部分ですね。はい。ちゃんとあります。かなり細かいです。素晴らしいですね。そして、えー、っと、後ろのシートはこんな感じです。後ろのシートにもしっかり模様があります。はい。で、えー、前ですね。前はこんな感じ。はい。 で、ヘッドライトはクリアーパーツですね。これいいですね。クリアーパーツ。そして、えー、っとね、フロントの部分にはホンダのロゴマーク、エンブレムが書かれています。で、フロントグリルもね、忠実に再現されています。はい。こんな感じ。そして、ボンネットにはトミカ50周年ですね。 ちゃんと書かれてます。で、タンポン印刷ですね。シールではないです。タンポン印刷になってます。で、ルームミラーもあります。うーん。いいですね。で、反対側ですね。反対側のサスペンションもしっかり効いてます。 ん素晴らしい。もう感動ですね <laughs>。はい。いや、すごいな、これ。いや、正直驚きましたよ。本当 <laughs> はい。かなりかっこいいです。で、反対側からもね、内装を見てみましょう。こんな感じです。はい。 いい感じですね。かっこいい。うーん。いいね。めっちゃいい。もうすごく気に入りました。はい。で、後ろですね。うわ、すごい。マフラーの部分なんかもう、ほんと透明ですよ。<laughs> はい。で、ここは、あの、先ほどのフロントグリルとね、同じように。こちらも細かいですね。 しっかり色分けもされてます。そしてテールランプ、ブレーキランプですね。はい。こんな感じでしっかり色分けされてます。はい。で、えっ、ー、と、後ろの真ん中の部分にもホンダのロゴマーク、エンブレムが書かれてます。そして、えー、左側にはシビックと書かれてますね。あの英語で書かれてます。で、こちらにはタイプ r と書かれてます。で、しっかり担保印刷になってます。はい。 で、リアウィングの部分も、なんと、クリアですね。クリアパーツ。すごい。いや、これかっこいい。いや、もう本当に気に入りましたよ。<laughs> いいですね。もう一目で気に入っちゃいました。<laughs> はい。で、こんな感じですね。で、ちゃんとね、アンテナの部分もありますね。はい。アンテナ。 ですね。はい。で、こんな感じですね。はい。というわけで、えっ、ー、と、まず1台目は、ホンダシビックタイプ R の紹介でした。はい。では、続いて、こちら。ですね。はい。ランボルギーニ、ウラカン、ペルフォルマンテですね。はい。はい。では、まず全体を見ていきましょう。 はい、こんな感じ。こちらも、えっ、ー、と、シビックと同様、ボディカラーは青になります。鮮やかなブルーですね。はい。いや、これすげえな。マジでびっくり。<laughs> はい。こんな感じですね、はいで。とても綺麗な色してますね。はい。はい、こんな感じです。はい。 はい。いや中まで丸見え。<laughs> はい。で、あ、ちょっと紹介し忘れてました。えっ、ー、とね、下の部分、しっかりこう、細かく加工されてますね。はい。どちら、どちらも。はい。いいですね。で、こちらもサスペンション、しっかり効いてます。はい。こんな感じで。はい。では、 こちらもねちょっと詳しく見ていきましょうはいでタイヤは先ほどのシビックと同様のワイドタイヤレーシングタイプになります、はい、すげえこれすごいわ <laughs> はい。では、内装をね、こちらも見ていきましょう。えー、と、ハンドルは左ハンドルですね。はい。で、ま、いろいろスイッチとか、しっかりね、忠実に再現されてます。はいで。シートはちょっと見えにくいかもしれませんね。ちょっと見えにくいかもしれないです。はい。で、前ですね。はい、こんな感じ。前。 うーん素晴らしい。で、ここも、そうですね。透明になってます。はい。まあ、この下の部分とね、一体化してるんですけどもね。はい。こ,こ、ここの部分ですね。はい。で、ヘッドライトは、かなり細かい。クリアーパーツではないんですけども、かなり細かく描かれてます。で、この銀色のね、 この線 <laughs> 模様ですかね。ヘッドライトの模様だと思うんですけども、うまく表現されてますね。上手に表現されてます。素晴らしい。そして、ランボルギーニのロゴマーク、エンベレムもしっかりありますね。担保印刷です。そして、トミカ50周年とね、しっかり文字が書かれています。担保印刷です。そして、 でえー、とルームミラーもあります。はい。で、こんな感じですね。はい。で、反対側。反対側のサスペンションもしっかり効いてます。そして、こんな感じですね。はい。いやー、かっこいいなー。このランボルギーニもかっこいいです。はい。うん。 いい感じですね。はい。で、まあ、こちらの反対側もね、内装を見てみましょう。こんな感じですね。まあ、シートには模様はなさそうですかね、こちら。はい。こちらにはあんまり模様がないような気がします。はい。はい、こんな感じ。でも、あの、スイッチとかもね、部分はしっかり。 忠実に再現されてます、はい。で、後ろです。後ろはこんな感じ。はい。やはりこちらも、こ,うあこちらの部分もね、透明になってますね。この部分、はい。下半分ぐらいですかね。はい。この部分です。はい。透明になってます。この下の部分とね、こう、つながってる感じですね。はい。 うーん、いいね。いいね。<laughs> いいね。で、えっ、ー、と、後ろのね、この部分もね、しっかり色分けされてまして、えっ、ー、と、グリルの部分ですね。はい。しっかり細かく作られています。で、ブレーキナップもね、赤の塗装でしっかり色分けされてます。そして、リアウィングですね。透明になってます。はい。 青のクリアパーツそしてえーと多分多分なんとかもおそらく別パーツですかねはいこんな感じです、はい。多分この部分もしかしたらリア,リアグリルっていうのかもしれませんよねあのフロントにあったらフロントグリルって言いますし 多分リアグリルというんですか。まあ普通にグリルだけでも大丈夫だと思うんですけど、合ってると思うんですけども。はい。で、えっ、ー、と、エンジンの部分ですね。はい。こんな感じで。うーん。非常に細かい。そしてしっかり色分けされてます。 はい。というわけで、二台目の、こちらですね。ランボルギーニ、ウラカン、ペルフォルマンテですね。はい。の紹介でした。で、走りの方ですね。まずシビックから。はい。走りはこんな感じです。 そしてランボルギーニ というわけで今回はタカラトミーさんからえ届きましたえ株主優待の2台セットえホンダシビックタイプ R とランボルギーニウラカンペルフォルマンテの紹介でした最後までご視聴いただきありがとうございました次の動画も楽しみにしていてくださいそしてえ高評価とチャンネル登録もお願いしますそれでは失礼しますさよなら